9月10日午前10時、民主党代表選挙が告示され、野田佳彦、赤松博隆、原口和弘、鹿野道彦の4衆議院議員が立候補の届け出を行いました。その後午後には、民主党中央代表選挙管理委員会主催の共同記者会見が東京都内で開かれ、4候補はそれぞれ所信表明を行いました。この間、社会保障と税の一体改革という大きな山を乗り越えることができましたけれども、一方で多くの離党者が出たり、また未だに傷跡が残っているという事実はあります。こうした厳しい現状を乗り越えて党の再生を図り、そして引き続き日本再生に向けてしっかりと取り組みを強化をするために、中途半端に政権をなぎ出すわけにはいかない、そういう判断でこの度立候補いたしました。私どもは今回の代表選挙ほど大変大きな意味を持った選挙はないということで、ちょうどお盆の時期に私自身が考え方をまとめまして、むしろ個人を選ぶ代表選挙ではなくて、まさに政策を争う、そしてもう一度民主党の原点に戻った、そうした視点をしっかり踏まえた上での代表をぜひ選びたい。今、私は総務大臣時代に提案をした未来の学校と、いわゆる情報通信技術を使って子どもたちがお互いがお互いを教え合う、そして世界の感動をみんなで共有する、こういう教育が広がってきました。誰かを責めるんじゃなくて支える、今この時間もこの時も一人で孤独のうちに誰も見とられずに亡くなっておられる方々がいらっしゃいます。学校に行っていじめられる恐ろしさに震えている子どもたちがいます。民主党を原点に戻したい。今日の日本の国は政党政治であります。政党政治とは何か、情と夢だと私は思っております。そこが官僚制度の政治との違いであります。まさしく理屈で理論で理でこの政権を運営をしようとするならば、なかなか思うようにいかない面があります。そこにやっぱり人間ですから、情、愛情というふうなものを加味していかなければなりません。そういう政党をしっかりと作っていく、そのことによって国民の人たちの信頼を得ることができるんじゃないでしょうか。この代表選挙は9月21日に都内で開催される臨時党大会で、一人2ポイントを持つ336人の国会議員と、一人1ポイントを持つ9人の公認候補予定者が直接投票を行い、事前に郵便投票した地方自治体議員票、党員サポーター票と合わせて開票され、同日中に民主党の新しい代表が選出されます。